私、名古屋のエバリーという洋服屋の坂口と申します。お店ですと、こういった今オーガニックコットンの T シャツとか、バンズとかでもこういうオーガニックの材料と、あとリサイクルのこういうキャンプスを使ったバンズを販売しております。この辺、ちょっと小さいところからコツコツとっていうことなんですが、こういうものを通して、ファッションを、あと環境問題を両立させていきたいとは思っています。